マコナコです。今回イベント戦と五条弦の戦い、これやっていきたいと思います。さて、紀州での覇権を確固たるものとした龍禅は、諸葛亮の指揮のもと幕末を推し進めています。芝居との決戦に挑みます。行きましょう。今回操作するのは諸葛亮、あとはご覧の通り敵は芝居が出てきてます。以上が幕末を前に、さてこの諸葛孔明が申し述べたいことのすべてです。イベントありますね。皆さんのおかげで準備は整いました。なんか全体的に暗いんだけど、この場所幕末を行うことができます。だがその暗いところで、あの後ろの方の盤面に書いてあるなんか諸葛亮光がピカピカね、光ったような感じがあるのが、あれちょっとかっこいいね。できないのだな。はい、このエンパイアーズでは龍禅がかなり、ね、そして優れた君主であるかのような描かれ方してるけど、必ずや勝利し、なんか光ってるように見えるんだよね。神の天下を実現いたします。なんか龍が描かれてるのかどうかちょっとよく見えてないけど、龍禅の頭の上あたりに龍尾殿行ってまいります。さて、北伐成功するかどうか、内容的にはまあご覧の通りとなってます。いくつか内容があって、今回諸葛亮自らで使う脅威とか義援とかそこら辺も出ているので、武将情報はご覧の通り。この五条で、 では行きましょうか。芝居が喋ってんね。諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。芝居は容易ならさる相手です。皆さん警戒しつつ進軍してください。うん、こっちか。幕末を成功させようとなっている。さすがしよ、無理ですね。ですここですね。あなたへの先は有益してあります。うん、作戦兵長が出現。守るのかな。作戦兵長を城門まで護衛する。え、城門まで結構辛いよこれ。敵のがっつり中に入るかのような。こんなところに敵だと、急ぎ知らせれば。これ場所はどこなんだろうな。あ、五条弦の可能性あるのか。兵器を出しましょう。この戦の流れを。結構山あい。どうやっていく、これ。こっち側から登れそうだけど。ああ、なるほどね。結構反対側にぐっと回るかのような長身がいるけど、ちょっと今放っておきましょう。伝令兵倒せばいいのかな。あ、守るべきのが、守るべき味方が見当たらない。どこだ、結構もうちょっと奥か。敵の狙いも確かめられないとは無念。うん、ここも伝令兵いるけど、任務を果たせないなんて。でもこれを倒せじゃないな。降りる方向間違えるとまたなんか遠回りするようなことになりそうな気がするけど、大丈夫か。いざ一心を担として攻め立てん。うん、長音も働いてるね。この方向義援もいい感じに、長音もいるね。イエン、どうしてこうなったみたいなキャラクターになってるんだけど。加工を剥いで、うん、さてまず倒して、ここも制圧。超運どこだ。超運、超運と一緒に行きたいような気がするけど見当たんない。で、ここ諸葛丹。進軍を命じる。目標は一つだ。叶えるなよ。あ、でもこっち側やるべきじゃないか。ここに作戦兵長いる。全て計算通りです。どれが邪魔してることになってんだろう。まあでもやっぱりこれ倒されダメか。かかりました。やつをおさらえよ。ここですか。さあ行きますよ。敵の要衝、私たちが。うん、将校が攻めてくる気配がある。
諸葛さん長いよこれ。まだか、合わせたものと思ってた。なぜこのような状況に。魔職がまだ何かやったのか。席を取らないと。まず魔職の救出ですね。作戦兵長しばしが何かやっている。一度引かねば意味に困るか。うん、カズチ魔職の方は間に合わないような気するけどな。これで体勢は決するでしょう。うん、作戦兵長いるのはいいんだけど、格外とかも別方向にいる。まあ、ここら辺の防衛隊長倒せば終わると思うので、この辺りは。あとここら辺か。かかりました。うん、作戦兵長の防衛には成功している。戻った。ちょっと、そんなに手柄が欲しいのかね。さて、芝居を挑発。諸葛亮の差配もこの程度か。もはや職など。大丈夫。ああ、なんかすごいところ、すごいところ、すごいところ降りてんだけど。芝居様をバカにしただと。許しはせんぞ。うん、単調だね。配下は単調だね。決戦になった。さて、バーショック。うん、打って出ることになっている。将校を倒した。これでこっちがなんとか助けた方になるでしょう。将校の撃破もあるんで、諸葛亮軍の総攻撃を開始。これ以上戦ってもあだばなとなるだけ。ここは退却するほかありませんね。うん、まず1個取って、あともう1個残る拠点は制圧。逃げ場の用意はない。何としても死守しろ。かかりましたね。ああ、なるほどね。多分これ誰かキャラクターわかんないけど、この右側のなんとか転用の系、信頼転用でいいのかな。まあ、それバッショックはあれかモブなんだ。オリジナルあるかと思いきや、うん、雷が基本的にレーザー系みたいな攻撃になるのかな。やっぱりそうなると炎が魅力でね、一気に爆炎を立てて当たらないことが多いから、このレーザーのね、諸葛ビーム。この地は私が占拠しました。さて、もう城内入るか。いいね、この高低差。これ登れるのかな。逆落としのみという可能性もあるけど登れなかった。ここが、どっち側から行けんだこれ。俺頑張っちゃうよ。んー、こっち側は登れそう。登れない。いや、強引に登れるような気配があるけど。何これ、これ本当に正しいのこれは。諸葛亮が兎跳びで何度か登った。ようやくかかりましたね。ご立派なお姿、感服しました。ああ、そっか、月影がいたか。一緒に行動させればよかったね。あともう一個拠点取っていきたい。あー、なんか登るの大変そう。おー、我攻める。うん、義援が荒ぶっている。ここは通れた。こっちが開いてないのかな。開いてないね。いや、開いてるね。ならば入ってこれるでしょ。白愛が見える。白愛も確かオリジナルグラフィックでね、
やたら風邪ひいてるかのような。月影とか長編がすごい、もう中に入り込んでる。わかりました。一時撤退する。わかりました。芝居はまあちょっと見えてないけど、しばしも見える。芝居発見。親子揃って、一度引くぞ。しばし倒したね。受けてください。こんなにすごい人初めて見ました。しばし倒した。打ち取りました。ということで、あとこれは脅威かな。あとは脅威にお任せしましょう。諸葛亮の出番はここでおしまい。五条原を攻略。みんなよくやってくれました。この勝利、私たちにとって大きいものです。これでイベント戦闘8のエンパイアズでは4つほど用意されてるんですが、一応動画としては全てやり終えたことになります。当然もう片方の勢力でやれば別の展開もあると思いますので、それはぜひ自らで遊んでみてください。この後また何かイベントあるかどうかだけは確認しておきましょう。さて、このように長安を取ったかのような状況になりますので、このイベント戦闘を達成することによって。ということで、イベント戦闘を全部やってきました。これでイベント戦闘に関しては終わりにしたいと思います。他にも様々な遊び方あると思いますので、ぜひ自らで遊んでみてください。また三国志絡みの動画様々上げてますので、それらも合わせてご覧いただけたら幸いです。ではでは。